はい手のひらヨガトもみのき光でございますはい皆さんどうも <laughs> ごきげんようあれあれと <laughs> ちょっと見てないのいいことにね違うこと本日はうん久しぶりにはいアンジュ皆さんを語ってみたいと思います <laughs> ヤン様のショーはいメガビジョンです <laughs> <laughs> これ、ヤン様のさよなら公演になっておりますよ。はい。ねあの、宝塚の方は、あのね、阪神大震災の影響で、公演中止になってしまったので、私たちはね、生では見れてなかったんですけど、うん、いはい。DVD で後々に、はい。何度も見させていただきました。はい。メガビジョンでございます。そうです。ノンビジョン、ノンノンノンビジョンってやつね。<laughs> やっぱこれよねいしい。まあまあその「のンのンのんビジョン」から始まるんですけどははいいプロローグはね結構ヤンさんがずっと歌ってたよねっ皆さんがもうガン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 踊るっていうなんかちょっとザ・花組っぽい感じのプロローグなんですよちなみにこれ三木先生ですね三木先生そうです佳作演出なんですけれどもはいはいはい。 メガビジョンねね面白いよ、ね、面白い私もう久しぶりに見たんですよ、うん、本当にこんなあったっていうのがそうそう,そうなんかさあなんでもっと早う語ってなかったやろってすごい思ったプロローグがあってのさ2番目目の、うん、あのちょっとなんていうんですかね美晴様と純奈理沙様が2人出てきてね あのなんですかシスターがシスターなんですけど、はい、それを脱ぎ捨ててちょっと夜遊び出るみたいなのいあの時の,、はい、あの美晴さんのこういうふうにやるでしょこれの美晴さんのこの足の、ね、高さの上げ具合がめっちゃ好きなの <laughs> めっちゃ、ね、軽やかでねいいの,でねふあのスカートが、ね、ファンファンってなるのがもうかわいいって思うんですんねそなの。そうななののです <laughs> 大好きなのです、ねうん、でさちょっとリーゼントみたいな大人の人がバンって出てきてたからさ手、うん、<laughs> さん<や>来で「来るで来るで」って言って「<laughs> もしかして?」って言ったら「あいかみれさんでーす!」って「ミキさんじゃないんや!」って,ってそうこういうねこういう髪型してたので。 あのねさんやでもねタモさんもねめっちゃかっこいいんですよ。めっちゃかっこいいんですよ。ね。ちょっとこうチャラい遊びにみたいな感じのちょっと見間違えた。ね後々にね前向き様ま後ろからあれ悪魔なんかなそうですよね。な感じでご降臨されるんですけどその時のさそれこそ三木さんのさかつらの前髪がさ顔の倍ぐらいこうねビッグウェーブが超ビッグウェーブなんですよ。 でもあれ被りこなしてるよねマヤミキさん。あれでこそはマヤミキさんよね。やっぱりあのメガビジョンの中で一番好きなのは三番目のサードビジョン。わかる。私もですよ。ね。ねはい。あのサードビジョンで三番目,目は、はい、あのヤンさん中心にあのシェブキジュン様と海崎宏樹様のその三角形が中心になった<ー>ダンス場面なんですよ。<laughs> すごいんですよ。あの振り付けリンダヘイバーマン先生で。あ でも、もう花組のスーツ、ハットっていう。はい。しかも、ヤンさんなんかさ、ベージュのスーツやん。そうよ。言うても地味やん。地味。でもさ、あれに地味さなんて1ミリも感じに言よね。ないないない。なんていうのあの、タン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 タラランタンタンたんってあの曲から始まりね。あの、なんていうのあの、昔の、昔の時代の。ジャズやろジャズ。ジャズ。で、途中であの、うん。 あの、ラッパがパラパララーそうそうパラ,ラーってなるような、うん、タッタンツ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 タンっていう、あの、ドラムが入るような、ね、なんか曲調ってあるじゃないですか。あるよ。あれはやばいよ。やばいよね。あれ、なんていうのああいう踊り。なんて言うんでしょうね。ちょっとフォッシーテイストでもないですけど、あの、昔のジャズっぽい、ビジュアル映画とかで、フレッド・アスティアとかさ、そ<う>ああいう人たちが踊ってそうな感じの、 テイストの振り付けじゃないそうです。あれがいいね。あれめっちゃ好きなんですよ。最高でした、あれ。ヤンさん踊りまくってたよね。すごい。ね。めっちゃ長いんです結構長いよね。結構長い長ーの場面なんですけど。まあもちろん途中でね、一晩も出たり入ったり、出たり入ったり、娘役さんもバーンって出てきて踊ったりするんですけど。すごいなぁ。あや、もう、すごい。 まああの途中で三人で、あえたん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 とかこう出てくるよ、前にラン。もうあったんで、ね、もしびれるね。ねえ<ー>。<laughs> し,しむぎじゅん様も。かっかいきょうひろきさんも。めっちゃかっこいいよ。やっぱね、皆さん踊れるじゃないですか。そうですよ。で、その中でもやっぱりやんさんの踊り方ってやっぱり全然違くって、はい、あのなんかあの体重のない踊り方、はい、本当に軽い踊り方。うんうんうん。<laughs> またねやっぱその。 リンダ先生の振りとやっぱやんさんの踊り方とその曲調っていうのがもうねパシンって合うんですよ合ってたねあんな場面だからまた見たいよねって言って見たいああいう場面ねはいあの長丁場の場面が全然飽きないんですよそうなんですたバイあっても見れるねでもそのあはねーズメもちろんもうザ・ーズメみたいな場面もありはいはいはいは あその後かサードビジョンの後かなあのあの『ミ、うんま、ザノエル様が』が、はいま、ちょっとあのいつものお笑いのお芝居テークで入ってきて,て、うん、でなんか過去映画のねなんかワンシーンみたいな感じで、うん、いろんな場面が繰り広げられるんですけど。そうそうそう いいいいよねねねああれそこもううん美キさんとかやっぱりやっぱ美さんねあのスーツの美キさんいいよねいいよねで篠佑香さんが歌っててミキさんを歌ってね海峡ヒロさんとちょっと取り合いいわゆるねもういつもあるやつで女の人殺されるやつそういつものやつねでもねあのいつものやつがやっぱりねいいね あの、やっぱミキさんとミユさんのあの見せ方、いい。もうミキさん、もう最高。何やろうね。うん。あの、手のひらさん言ってたんですけど、あの、ミキさんってあの、ずっとミキさんよねずっとミキさん。本当に歩いててもミキさん。だからあの、間が余らない。うん。間の埋め方がすごいよね。すごい、すごい。あれ大事。うん。あれすごいって私も本当もう、思った。いつものやんみきの、はい。お二人の、はい。ちょっと怪しげな場面もあり。そうよ。 ねえ。やっぱり、ヤンさん、ミキさんの場面は、うん、あるよね、結構。ある、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 ね。ねうん。うん。そう、そう必須ですよね。必須よね。なんか私、やっぱりヤンさんって言ったら、この白のシャツに白のパンツに、このねじねじの頭巻きみたいな、うん。イメージないあるね。うん。うんうん、の、なんか、やっぱシンプルなのが、 すごいヤンさんの体の線とか綺麗に見せて、髪を綺麗に見せてくれるなっていう。いそう。本当に何も必要ないね。ないね。うん。うんこんなこんな羽とかもヤンさんにはいらんねや<ら>っすっごいわ <laughs> かるわかるわかる。だから言ってもさメガビジョンってお衣装めっちゃシンプルじゃない全体的に、うん。そうですね。まあまあまああのスパンの。うん 塩ビみたいなのはありますけどそんなゴテゴテしたものって全然なくてそうねミキ、うん、さんの悪魔が一番ゴテゴテ<う> <laughs> すごかったあ,<の>あれはもっと違うなと思ったのがやっぱりあの、うん デトダンスがないいってううそね娘役さんとね特にヤンさんとハルさんってあんまりそのがっつり最後にデュエットダンスされるっていうのがあんまりいなかったのでそうやっぱり美さんとね最後の「ルー」とか歌うっていうのが大きんとねやっぱヤン美樹推しなんですよねねでもフィナーレナンバーでハルさんが「夢なんか」って歌うの好きで男役はめらせてねお階段であれいいいいよねいい あのパターンいいよね。なかなかないや娘役さん一人で男役さんがはべってて。ちょっとかっこいい娘役さんね。うん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 。あれめっちゃ好きです。もう一押しです。いいです。最後の最後はもちろんそのやンみきで終わるという。そうです。やんさんらしい。うん当なんかね、そのやンさんの魅力を全面に押し出してるショーではないかなと思います。いろんなやんさん見れましたね。 本当に場面ごとにね、うん、本当に毛色が違うんですよ。うん、そうですそうです、うん。だからってまとまりがないわけじゃなくて、うん、すごい一つの賞として見応えがある。うん、いい賞やったね。そんな、ね、ヤンさんのさよなら公演メガビジョンですけど、うん、あのまああの DVD ね最後ヤンさんのさよなら賞もついてたんですけど。 あのヤンさんのサヨナラシ私すっごい好きでめっちゃよかったね。あのストーリー性ってかストーリー仕立てになってるんですよね。セリフがあってなかなかそういうパターンのサヨナラショって見たことないじゃないですか。すごいねあの一つのなんか物語としてヤンさんの歴史を見れるというかそれがすごいいいで大人っぽい感じでサヨナラショーもおすすめです。おすすめです。はいそんなメガビジョンでございました。はいそれでは。 手のひら、ゆうがと、もみぬき、ひかりでございましたはい皆さんどうもありがとうございましたありがとうございましたわいわ、はいわいわ、はい,はい、はい